レイクハーストは、アメリカ合衆国ニュージャージー州の中部、オーシャン郡にあるボロである。2000年国勢調査で、の人口は2654人であり、2000年の2522人からは132人、5.2%増加し、1990年の3078人からは424人、13.8%減少だった。 レイクハーストは1921年4月7日のニュージャージー州議会の法によりボロとして法人化された。これは1921年5月24日に実施された住民投票の結果に基づきマンチェスタータウンシップから分離したものだった。レイクハーストは 北緯40度00分47秒整形74度19分13秒、北緯40.013119度整形74.320356度、40.013119-74.320356に位置している。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は1.008平方マイルであり、 このうち陸地0.915平方マイル、水域は0.093平方マイルで、水域率は9.20%である。町にあるホリコン湖は1942年に公共事業促進局がトムズ川のハリケーンとブラックス各支流にホリコンダムを建設することで作られた人造湖である。レイクハーストの気候は暑く湿気た夏と、外して温暖から、 冷涼な冬が特徴である。欠片の気候区分では温暖湿潤気候、略号は CF となる。以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ユニオン・アベニュー、1910年頃レイクハーストの町が最初に国際的名声を得たのは20世紀への変わり目にリゾート町としてだった。 1898年にパイツリーンが開業していた。1911年町にあったローペ工場が火災になり消防団が結成されることになった。ドイツのフランクフルトアムマインを出発したチェッペリン飛行船ヒンデンブルクが1937年5月6日、レイクハースト海軍飛行場で爆発、炎上する事故が起こった。レイクハーストはニュージャージー州の自治体の中で ボロの形態で統治されている。一人のボロ町と六人の委員で構成されるボロ委員会があり、すべてボロ全体を選挙区に選ばれている。ボロ町は有権者から直接選挙で選ばれ、任期は4年間である。ボロ委員の任期は3年間であり、毎年2人ずつが改選される。レイクハーストはアメリカ合衆国会ニュージャージー州第4選挙区に属している。 衆議会では第10選挙区に入っている。2010年国勢調査の結果を受けて、2011年に選挙区の調整が行われた結果が上記の通りであり、それ以前はアメリカ合衆国会ニュージャージー州第9選挙区に属していた。オーシャン軍は5人の委員で構成される、軍政委員会が統治している。軍全体を選挙区に選出される、任期は3年間である。 毎年一人、ないし二人が改選される。毎年1月の会合で支配人と副支配人を互選する。2011年3月23日時点で、レイクハーストには有権者が1373人登録されており、そのうち254人は民主党295人は共和党823人は無党派だった。他の政党で登録したのは一人のみだった。 2010年国勢調査の中で人口の51.7%が有権者登録しており18歳以上の場合は72.2%だった2008年アメリカ合衆国大統領選挙では共和党のジョン・マケインは459票49.5%民主党のバラク・オバマが443票47.7%を獲得し その他の候補が16票、1.7%だった。登録有権者数は1521人、総投票数928、投票率は61.0%だった。2004年では、共和党のジョージ・ W ・ブッシュが518票、58.8%を得て、民主党のジョン・ケリーの351票、39.8%を上回った。 その他の候補は12票、0.8%、登録有権者数は1427人、投票数881票、投票率は61.7%だった。2009年ニュージャージー州知事選挙では、共和党のクリス・クリスティの371票、65.0%、民主党のジョン・コー・ザインが145票、25.4%、 独立系のクリス・ダゲットが42票、7.4%、その他の候補者 H が6票、1.1%だった。登録有権者数は1469人、投票数571票、投票率は38.9%だった。レイクハースト教育学は幼稚園前から8年生までの公共教育を担当している。 レイクハースト小学校は2010年から2011年の教育年で児童数436人だった。9年生から12年生までの生徒はマンチェスタータウンシップ教育学区との語形関係の元にマンチェスタータウンシップにあるマンチェスタータウンシップ高校に入学する。2012年、レイクハースト教育学区はジャクソン教育学区との語形関係として ジャクソン・リバティ高校に生徒を送る案を否決した。この案は、マンチェスター・タウンシップ高校に通う、生徒150人のそれぞれに1万4000ドルを払う、ことに伴う費用を削減することが目指された。しかしジャクソン教育学区に1人当たり1万1300ドルを払うとして、年間40万ドルを節減するとしても、生徒の通学費用の方が高くつくことが分かった。 ニュージャージー州道70号線が街を通る幹線道であり、州道37号線の生誕にあたる。軍道547号線がレイクハースト海軍飛行場の東を並行して走った後で北から入ってくるもとは、ニュージャージーセントラル鉄道の南部本線が走っていた。バーネガット支線がレイクハーストからトムズリバーとビーチウッドを通ってバーネガットに通じていた。 現在計画中のニュージャージートランジット、モンマスオーシャンミドルセックス線の南端として、レイクハースト駅が検討されている。この線は、以前に通っていた線と同じような経路をたどることになる。ありがとうございます。